皆様、明けましておめでとうございます。1月4日水曜日午後2時になりました。高知若江の沖縄アンブレイブス、沖縄から世界へ。この番組は沖縄の元気が世界の元気をテーマに、私が仕事の中で感じたことや、経験から学んだことをお伝えしたり、好きな曲をご紹介いたします。 また何かにチャレンジしている方をゲストにお招きし、リスナーの皆さんと共に応援しようという番組です。皆さんにとっても勇気を持って一歩進むきっかけになってくれればいいなと思っています。番組へのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で 780-fmnaha.jp までお送りください。 懸命に沖縄ブレーブスとご記入ください。またツイキャスでのコメントもお待ちしています。今日も皆さんと共に素敵な時間が過ごせたらいいなと思っていますので、どうぞお付き合いください。この番組は、あなたの輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇り宮城整骨院の提供でお送りいたします。 え早速ですが、ここで一曲、曲をご紹介したいと思います。ドリームアミで Try Everything 改めまして、明けましておめでとうございます。高知若江です。今日は1月4日水曜日、第8回目の放送となります。私はヒーリングアロマをしています。あっという間に年が明けてしまいましたけど、えー、今日もゲストにですね、私の妹のですね、 ゆうちゃんに来ててもらっていますゆうちゃんよろしく。はい、よろしくお願いします。<laughs> <で>ちょっとね、先週も来てもらって、はい、っと年末年始はちょっとゆうちゃんと一緒に。<laughs> はい <laughs>、ね。年末は締め、今日はスタートで。はい、ね。よろしくお願いしますね。 えね、ちょっと早速なんだけど、はい、もう話を始める前に、はいまあね、ゆうちゃんにすで、ね、に、ね、アロマを選んでもらったんだよねね <laughs> あのお客様に、えー、カウンセリングの際にです、ね、あのお客様に直接選んでもらっていますけど、はい、今日は選んでもらった3本、はいはい、どんな意味かを早速お伝えしましょうか、はい、お願いします、はい、ちょっと見せてくださいねはい、はい、選んでもらった3本は、えーとね、まずね これは1本目はねえー、believe というテーマですね。はい、あの、私はあのヤングリビング社というね。ところのアロマを使っているんですけど、まああのお仕事で使っているものは全てね。テーマを。 テーマがあるものをね、ちょっと使わせてもらってるんですけど、まずね、1本目の BELIEVE は、今の自分を信じて、またね、これから大きな一歩を踏み出すというね、<ー>信念にふさわしいものをちゃんと選んでますね。はいはい、じゃあ、まずこれも書いてみてね。そして、えー、センセーションというアロマ。 あ、これはね、あのすごいちょっと気分を高揚させるとかですね。あのリフレッシュしたい時、そして元気になりたい時っていうね。テーマがあります。これはい。どうぞ。これも。これは何全部匂いが好きな感じ。好きな。今日しっくりきた。しっくりきた感じ。あと一本選んでくれてるよね。あと一本はえっとね。リブイズパッションっていうはい。もうね。その名の通り、情熱情熱を持って突き進むという。 <laughs> <ご>当たってますねすごいスタートだね。<laughs> <laughs> はい、じゃあねこの3本をちょっとね、はい、今日は匂いを是非書いてもらって<ー>、はい、ちょっとまた今日もリラックスしながら、はい、あのいろんなお話ができたらねいいなと思ってますけどもあのね前回来てもらった時はね、はい、こう年末あのいろんなね あの、その一年、この一年どうだったとかね。はい。もう、ゆうちゃんのね、あの、一年振り返って。はい。ね、まあ、出産だったりとかね。まあ、月、出産の時に付き添ってた話とかね。はい。まあ、アロマの話だったり。まあね、いろんなことばらされたんだけどね。暴露大会でしたね。もうこれ以上暴露しないでみたいなね。ドキドキしながら聞いてたんだけど。はい。はい。あの、ね、その後、年末年始。うん。どうでしたかね、ゆうちゃんにとって。そうですね、年末年始は、 あのー、家族で、遊園地っていう温泉の、うん、施設に行ってきたんですけど、それ、若ちゃんもね、一緒だったんですけど、スポーツして家族でね、温泉入ったり、おいしいもの食べたり、すごいあのリラックスできたんですけど、そこであのびっくりしたのが、なんと若ちゃんが、 なんか、久しぶりだな、できるかなとか言いながら、卓球やり始めたら、すごい速くて。<laughs> <laughs> なになに、あの、すごい球が速くて、あの、ビシバシ、あの、決めていったので。びっくりした。はい。 なんかそうなんかね本当久しぶりになんか体動かすけど動けるかなとか思ってたけどね結構なんかね慣れてきたらビシバシやってたねそうそうそうでそちょっと蘇ったのが私が小学生の時に、うん、あそういえば若ちゃんに鍛えられたなっていうのを <laughs> マジでそうそうそう蘇ってきましたねってきた記憶が記憶がもでもねすごいねなんかちょっと動いただけでもうなんかヘトヘトになってねいかに普段から運動不足かっていうかねうん、うん、なんかはいすごいでも楽しか <laughs> ねえそうそうそれで楽しかったですねで案の定というか筋肉痛になってしまいこんな若いのにそうそうなって腰がすっごい痛くてで前若ちゃんがね宮城整骨院いてすごい良くなったって言ってたのでそうそうなので31日の大晦日に夫婦で2人とも整骨院に行って 今年の疲れは今年のうちにってことで、そう、去年の31日に、あの、二人で行って、そうそうこの若い二人が、二人が、ちょっと運動して、そうそうもうヘトヘトになって。トになって、もう、疲れをね、とって、まあ、年越したんでね。そうそう、年を越しました。で、他になんかどっか行ったりしたので、あの、新年、年明けてからは、あの、ライカム、 に行ったんですけどそこであの屋上にレストランがあってレストラン街、うんうん、でそこであの、まあ、お兄ちゃん夫婦に連れて行ってもらったんですけどお兄ちゃんファミリーに串、うんうんうん、揚げのお店があってでこう目の前で。 自分で衣装つけてで揚げて揚げたてをこ食べるそういうお店があるのそうそうそうお店があってめっちゃ行きたいんだけどそうなんか旅行気分で大阪に行った時思い出してそうそうそうすっごい美味しくてえそれをじゃあお姉ちゃんも誘わずに誘わずに今ここでちょっと遅いんですけどまあ今度ね今度ねそうだねじゃ行って行って そうすごい美味しかったのと、うん、あとはあの年,あ年始、うん、このその次の日に、うん、あの主人の実家の儀の座に行ってそこで、まあ、隣の町の金に行って金たこを食べて <laughs> あ懐かしいそそそうそうそうですっごい量が多いんですけど、ねね、前まではこうペロッとね食べれなかったのが昨日 もうペロッと食べれてそんな自分にびっくりっていう赤ちゃんの分までね授乳中はねお腹空くよね二人分っていう言い聞かせながらペロッと食べそうそうペロッと食べてまあそんなねお味しいもなんか今食べてばっかりだけど話聞いてたらずっと食べてる年末年始本当じゃすごいたくさん食べて幸せいっぱいのじゃあ年末年始でしたね私にとってはなるほどね赤ちゃんは。 結局一緒かもしれないね <laughs> 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 大体ね <laughs> 大体あのね一緒かもしれないねうそうだねまあそれぞれのね実家に行きまあまあ カラオケ行ったね。結構歌ったね、今回。何時間だったかな。ねこのね、そう、うちの実家でもまた行ったけど、昨日もね、また主人とこの実家で、めっちゃ歌って、で、一回3時間で終わったけど、足りなくて、すぐに私たちファミリーだけ残って延長してみたいな。そう、すごい、ちょっと歌いまくって。 当に今日ね声出るかなぐらいが、うんはい、めっちゃ歌ったけど、えー、<laughs> まあでもね、うん、あのすごい楽しく私も過ごせましたよ。うんうんはい、よかったです、うんね、もう今日はね、うん、まだゆうちゃん来てもらってね、うん、あのこのあとまた新年ということで。うん 目標とか前回来年の目標あるとかねそういう話にもなったけどこのあと曲も挟んでそういったどうやったら目標を達成できるかとかその夢を引き寄せるかとかちょっと宇宙の話波動の話なんかもねちょっとできたらいいなと思ってるのでねまずその前にちょっと1曲を紹介したいと思います。 はい、えー、ここで、えー、紹介したいのは、ええー、ゆうちゃんの、えっ、ー、と、リクエスト曲。じゃなかったね。はい、<laughs> 失礼、はい。その前にです、ね。その前にだね。<laughs> それは、私が選んだ曲だね。はい、はい、じゃ、一曲紹介したいと思います。はい、ええー、あやかで。ありがとうのは。お願いします。 今日はゲストに妹のうちゃんに来てもらってますうちゃんうちゃん、私は5人兄弟なんですけどね先週もお話ししたんですけど私が一番上でうちゃんは一番下で一回り離れてますねだけどね、本当にねちっちゃい頃からね結構いろんな話したよね目に見えるものから目に見えない世界の話までね。 私にとっては不思議な妹でね、本当にそういうとね、幼稚園生ぐらいの時かな、くらいから本当にいろんな話をしてきてね、あのー、なんかね、ここぞという時に、すごい一言を言うんだよね、ねもう本当、そんなこんなで、まあ、今に至って、2017年。はい いいよよ始まりましたね。始まりました。はい、えーね、前回来てもらったときに、うん、ゆうちゃんの、まあ、目標何来年の目標何とかっていう話をしたけど、うん、なんだっけ忘れちゃった <laughs> なんだっけ聞いたつもりだったけど。<laughs> 私は今年フラ、うん ハワイアンフラのチームを作るっていう目標と、まあ、その根本はこのみんなもね自分もハッピーになることをしていきたいなっていうことであのフラのチームを作って、まあ、地域でね踊ったりとか何かあればっていうのをやっていきたいなっていうのが今年の目標ですねそう言ってたよね若ちゃんは何だったかな若 <laughs> ちゃんはね <laughs> ええ、なんだっけあの、あれだね、そう。今年は、まあ今までね、こうやったことないような、ちょっとね、こう、まあ人前でね、セミナーだったりとか、そういうのもやったことないから、ちょっとそういうのもちょっとやってみたいなとか、ちょっとね、アジアとかね、そういうとこで仕事もなんかしてみたいなとか、なんかそういうことをね、ちょっとイメージだけはやってるよっていうね、話を前回したんだけど、実は、 あのその夢とか目標とかっていうのを立てるじゃない、はい、立てた時に、うん、あのなんだろう それをじゃあどうやって達成するかとか、ね。どうやってじゃあその状況を引き寄せるのみたいな。よくね、こう普段のこうカウンセリングで、そういった話になるのよ。知りたい。はい。でね、なんかね、ほら、ここね、すぐお迎えさんにね、あの、本屋さんあるでしょくど堂さんのね。実はね、前回終わった後、ちょっとね、いい本を探して、はい、ちょっとね、読んでみたんですよ。なので、これをね、ちょっと 今日ねリスナーの皆さんにも紹介したいなと思ってちょっと今日、持ってきたんだけど「宇宙につながると夢は叶うっていう本で「幸せを引き寄せる33の方法」っていう本でね浅見ほほこさんっていう方が書いてらっしゃる。知ってるこの本 いや知らないですね初めて見ました、ね、これは、うん、この方のねあさみさんの本は、うん、ま何冊か読んだことあるんだけど、うん、あのねすごいいつも納得で宇宙につながるって何っていうねまずそこだと思うんだけどうん、うん、このねあのまあ あの皆さんね本当はねちょっと買って読んでほしいからまあちょっと全部はねもちろん紹介はできないんだけど今日はね私がちょっと感動したこととかねそこだけをちょっと紹介したいなと思うんだけどなんかこう宇宙につながるってねなんかすごいスピリチュアル的なそういうイメージがあると思うんだけどあさみさんがおっしゃるのはなんかこう瞑想とか例えば瞑想とかによって感じる人もいれば直感とかでそう表現する人もいればまた人によっては 神様とかいう呼び方をする人もいるって、うん、だけど、まあねあのー、どんな呼び方であったとしても、うん、まあ宇宙にアクセスすると、うん、新しいアイデアとか<ー>解決策とか、うん、まその答えとかが分かるって、うん、インターネットに例えばこうほらアクセスしてうん、うん、情報を こう得るダウンロードするそういうものだよっていう話をしてるわけう,そう、それがね、まあ、この方が言う、まあ、宇宙のつながるっていうねうん、うん、言い方なんだけど、うん、なんかねじゃどうやったらあのまずいいのってこう引き寄せうん、うん、引き寄せるっていうかそう夢を実現するとか叶えるっていうのに、うん、まずね大事なことが。 今の瞬間を楽しむことなんだって。はいはいはい。で <laughs>、えー、まあ、今を楽しむ波動が次を引き寄せるっていうことで、<laughs> えーうん、ほんとね、 あのー、今日本当はこう目の前に起きること、うん、だ例えばこう朝起きた時に、うん、さあ今日も一日楽しもうみたいなうまあそういうねスタートがねすごく大事だよって書かれていますはいはいはい <laughs> もっと喋っていい <laughs> どうぞ <laughs> <laughs> なんかねすごい感動したんだけどよくいろいろね本当引き寄せとかも言われててもの、うん、にはすべて波動があるよとかって言われてんだけど、うん、まあさみさんも同じことを書かれてて、うん、なんかねものには あ、べて波動があってそれぞれが振動してるんだって。で、あの例えば目に見えるもの。でも、またあの目に見えないものでもね。全部振動してて、あのね。例えばこう電波とかあの超音波とか電磁波ってある言われるのがあるでしょ。それもま波としてね。あのこう、全部振動してるって。 でこうはそれをまあ波動っていうんだけどん<ー>波動って聞いたことある波動って聞いたことあるかも、うん、<laughs> かもぐらいだけどなんかこうね水とか、うん、まあやっぱ葉っぱとかすべてこう言葉を持ってるじゃないけどそれもね波動なのかなきなんか気持ちをね、うん、持ってるとかよく今言いたいあれでしょなんかほら水の結晶とか。そそうそうとか <laughs> あとはあのなんか。 葉っぱとかにうん、うん、いつもありがとねとかお花に言ってるとすごい綺麗な花が咲くとか<ー>そういうのも波動なのかな。 そうだねそれは言葉の波動かな。動か言葉ねよく今ゆうちゃんが言ってるのは「ありがとう」って声かけた水がすごい結晶がきれいとかで例えばお花とかでも「かわいいね」とか「ありがとうね」とかって声かけてたらすごい可愛く咲いてくれたりとかっていうそういうね言葉の波動のことを言ってるのかなと思うんだけどそれも波動ですね全てには波動を持ってるっていうことであすみさんのねこの本にあるのは「波動の特徴」っていうと そのね振動数と同じものを引き寄せるってうでどういうことかって言ったら、はい、例えばラジオを聴こうとする時にうん、うん、その曲の周波数に合わせないと、うん、その曲で流れてる情報って受信できないでしょ。それと同じように、うん、例えば 例えば、ゆうちゃんがね、はい、毎日、楽しいっていう波動でいたら、うんうん、楽しいことがやってくるし、うんうん、もうつまんないなって思ってたら、ほんとつまんないことがやってくる。うんうん、っていうことで、すごくね、やっぱその自分自身が、うんうん、あの、走ってるものしか引き寄せないっていうことがね、<ー>書かれてるんだっけ。まあね、あの、これはね、まあよく聞いたこともあるかもしれないんだけど、うんうん、また、あの、本当にね、この、 じゃあどういう形で、うん、あの例えば、なんだろうありがとうとか、うん、そういうふうに思ってても、うん、なんか思えない時だって例えばあるじゃないああ、うん、あるあるあるよね、一 <laughs> 日のうちでねうん、うん、だけどあのやっぱ自分の考え方の癖だったりとかうん、うん、だけど、例えばそういうことがあっても、うん、なんだろう やっぱこう自分でそこを意識していく。うん。なんかいい。そう,そう思えるように、ね。そう,そう思えるように。意識することもすごくね大事だよっていうふうに書かれてるよ。へー。<laughs> なるほど。そう。だから、まあね、あの、まあ夢が叶うっていうことで、<laughs> うんうん、まあ今日ほら新年だし、はい、まあみんなそれぞれの目標とか立ててると思うから、うん、今ちょっとこのお話をさせてもらってるんだけど、はい、もうちょっと お話しさせてもらうと、うんはい、例えばねこの夢っていうものを思うこと要は自分が楽しいとか、うん、そう思うことにもすべて思考もね、うん、波動があるっていうことなのでとにかくまあねさっきも言ったけど思えないなんか嫌だなとか思うようなことがあったとしてもそこに切り替えていくうもうねなんか。 思うように努力するって,っていうことがすごく大事だよっていうことが書かれてたりとか、うん、あとはね、あのね夢に向かってる途中に起こる変化をね恐れないでくださいって。はいはいはい。確かに夢にこう向かってるとねいろいろ、うん。 変わったりとか生活だったりねあったりするけどそれを恐れない変化を。例えばだけどんか私は人前で話すのが苦手とかそういうことが例えばあったとしても自分の夢というものを思って進んだ時にんか人の出会いが例えば変わってきたりとかでもその人の出会いでんかこう公に出るようなことがあった時にそれを「あ怖い」とかそういうんじゃなくって自分が思ってる流れで起きてくる変化を。 はね全部なんかね宇宙からのそれはもう全部情報なんだって。ここう一歩踏み出すとがそうそれもだから恐れずにやっぱこう進むこともすごい大事だしあとはあのねもうなんかね話がとびとびになってるけかね例えば自分はこうなりたいとか例えば決めた時にもうね自分の中でその夢をねなんかね 達成して、うん、達成できて、うん、もうありがとうって、思うこと、そこまでイメージしちゃうことがすごい大事って。聞いたことあるかも。そういう感じで、うん、ダイエットしたいときに、自分の目指すこの体型の人を待ち受けにするとか、自分はもうこの人になってるとかを思い込む。 の綺麗にな,なれてありがとうって言うとうこうねなるよとかっとちょっとねそれね,ねあの思いが足りないんだなっていう<笑><笑>いつの間にかね2 <laughs> 二人の画像がねそうなってるかも待ち受けがね待ち受けがねなんか今日から変わってるかもしれない <laughs> そ,うそういうふ、ねまあ、うにイメージでしてうん、うん、あとはねそのこうなるとかって思って た目標っていうの、うん、それにね、執着しすぎることも、良くないってあったよ。うなんなんかこうイメージできたら、うんうん、なんだろう、まあ手放すっていうかね。うん、そういうのも、すごい大事ってあった。あ 待ち受けにするよりは保存しとくぐらいがいいのかなそう考えたらそっちがいいのかなそっていうのはなんかね執着しすぎちゃうとなんかすぐその状況にならなかった時になんか努力が足りないのかなとか不安な気持ちになったりとかそのね不安がまたよくないって書かれてたなるほどうんなるほどね一応ねそれ以外にはなんかね意識的にここではねまあ 感性を高める、うん、この目標を、ね、この夢が叶うっていうところで、うんはい、例えば心を打たれる技術とか芸術とか美術、うん、音楽とか本当に人生って素晴らしいってね、うん、思えるようなものをたくさん見て、うん、聞いて感じることがすごい大事って、うんうん、でなんかこの五感を刺激することがすごくまたなんかとっても大事で。うん そうやって、あのー、いるとうん,、うん、なんかね宇宙とつながりやすい波動になっていくんだって。えー そうしていく中で今やってる作業がいつもと同じことやってても楽しく感じたりとかすごい素晴らしいことを思いついたりしてスムーズに運んでいったりとか感がさえたりとかねなんか悩みが例えばちょっとあったとしても解決のヒントが浮かんだりしやすくなるってだから五感を五感で刺激する感性を高める。 はい、すごい大事らしいよ。いいね。うん、<laughs> 確かに。かそういういのやってるなんか普段私もずっと母親に言われてたのが、うん、このねあの一流の人になりたいんだったら、うん、やっぱ一流のものを見なさいとか聞きなさいとか。なのであんまりこう ね、怖いものというか、を、うん、見ないで、あの、感動するドラマとか、うんうん、笑えるコメディが好きで、<ー>なるべくそういうものを見るようにしてるのは心がけてましたね、うんうん、そういう意味では。なんかそういうふうに、やっぱこう、笑,笑ったりとかね、うんうん、笑う波動ってすごいいいっていうじゃないうん、うん、だったりとか、ね、そういうのをね、やっぱ普段から、やっぱこう、うん 心あとねよくほらテレビとかで、うん、すごいちょっとこうほらネガティブな情報が、うん、例えばこう入ってくるとかあるでしょそういったもうんだろうどうでもいいことっていうのうん、うん、ことにこういちいちイライラしたりとか<ー>不安に、ね、ならないようにするとかあとね あの、体が疲れるとね、うん、運気が下がるからね、ね<ー>体調をやっぱ整えて、うん、体のね、やっぱケアをするのもすごい大事って。うん、っていうこととかね、はい、もうすごく、まあ、いろいろと、あの、たくさん書かれているので、うんうん、あの、本当ね、ぜひね、これはもう、ゆうちゃんにもまた読んでほしいし、はいね、ぜひ、あの、皆さんも、うん、本当にこうね、しっかりまた、 こういうい、ね、夢が叶うとか、うん、<laughs> そういった本なんかもすごく波動がいいと思うんだよね、はい、だからねこういう本もまた読んでいきながら、うんはい、自分のこのまたね目標とかそれに向かって、うん、それがまたこう引き寄せられるように、はいうん、こういう本もまた読んだらいいかなと思って、ね、今日はね,いいいねちょっとね紹介させていただきました。はいはい 一気にっっちゃゃたね <laughs> <laughs> はいじゃあこの辺でちょっとまた曲を挟んでお話ししたいんですけど、はい、じゃあ次は、はい、ゆうちゃんのリクエスト曲、はい、いいですかね、はい、ちょっと紹介してもらってじゃあ,あはいでは私のリクエストですごいハッピーになる曲です「愛でハピネス」。 はい、えー、今日はゲストに妹のゆうちゃんにまた来てもらってますけどね,、はい、<laughs> ね今日選んだ曲、はい、曲はねちょっと共通して言えるのは「うんまあ、ありがとう」とか「はい、ハッピー」とかねうん、うん、そういうね今日ちょっと波動の話してますけど、はい、すごくねあの波動が。 高いような前向きな曲かなと、ハッピーになるような曲をね、うん、今日はご紹介させてもらってるんですけど、はい、ねなんかこうゆうちゃんもねこう今話してたら、うん、なんか高校の時とかに何か書いたタイムカプセル？そう,そ,うそ,うそうなんですよ、うん、タイムカプセル。 をねあの18歳の時、うん、高校卒業する時に、うん、あの仲のいい友達同士で、うん、あのみんな書いて、うん、で友達のお家にこに保管してたんですね見ないようにして。あの ガムテープでガチガチに巻いて、<laughs> ガムテープで保管してで、それを30歳で開ける予定をしてたんですけど、うん、まあ28歳に、10年後に、10年後にみんなで集まる機会があったので、うん、そこでまあ開けてで、その時にあのもう何を、ね、書いたかも忘れてたんですけど、うんうん、私のこの手紙に書いてたのが、 10, あえっと、10年後あこの30歳で私はお店を持ってる<ー>あの美容師の。 お店を持っててで結婚もしてると書いてたんですね、うん、あその18歳の頃に,、ね、の頃に卒業する時なの、うん、でその時はまだ専門学校も行ってなくて、うんうん、で今からまあ美容師をやるっていうのを決めてた時だったのでその時に描いてた自分の、ね、30歳を描いてたんだと思うんですけど、うん、そうそうそれをね見た時に あなんかすごいなあと思ってさっき言ったね。いすごいなっていうのはかなってる,とあか,なってるかなってるっていうのが <laughs>、うん、そうそうすごいと思ってさっきのね本にも書いてたみたいに一回こうイメージして、うん、そうなってると、うん、イメージした後に一回それをねあの見ないじゃないけど封印することが大事なんだなっていうのが。 さっきそう、若ちゃんと話しててそういえばこういうことあったやと思ってそうだよねそうそう,そうえっていうかさお店オープンしたのっていつだっけお店は25でオープンしてそそ<ー>そうそうそう25でオープンして、うん、それから、うん、じゃ3年後にそれを見たんだそうそう、はい、見てあすごいかなってると<ー>で実際このね30で結婚したので、うんね、うんうん 実際叶ってる、それも<飯>。<laughs> っていうのが、はい、びっくり。 ちゃんとその状況をまた引き寄せてそそそうううでもやっぱそういう意味でう書くって大事かもね本当ねよくなんかほら新年とかに今はね決意を書くとか目標を書くとか最近よくほら言うのはなんかほら写真とか写真っていうかんていうの切り抜いて自分のイメージするものを貼る貼るとすごいいいっていうねお家とかね出たいとかねこんなとこに住みたいとかこんなものが欲しいとか。 やったことあるないですね。そう実は私もんかこういつか毎日かっていうかねんかやろうやろうと思いながら書くことはやっても切り抜いて貼ったりっていうことはやったことないんだよね。んか今年こそはちょっとやってみるできる矯じゃないけど私もやりたいなとこれをきっかけに。んかこうんていうのボードとかねみんな貼ったりとかっていうねじゃあちょっと。 今年はそういういのもややってみながらね、はい、やりましょう <laughs>、ね、なんかえなんだっけさっきなんか選択肢とかっていう話してたけど、うん、あそうそう私がこう、うん、心がけてることなんですけどやっぱりこうねまだ、まあ、31年しかというか、うん、この生きてきた中で <laughs>、うん、やっぱりいろいろ選択する時があってあそれは例えば人生右に進むか左に進むか,みたいなか,左かそう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 そそう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 そ あの心がけてるというか気づいたのが目を閉じてそうなってる時の自分あ例えば右に行った時の自分とか左に進んだ時の自分うん、うん、そしてそうなった時の,あの私の大切な人というか、うん、親とか兄弟が、うんうん、こうがどういう顔になってるかっていうのを<ー>今の状況だけを考えた時の顔じゃなくて、うん、そう進んだ時の、うん 顔顔顔を想像してて笑顔になってるるがあるんですよちから、うんうん、そうそうそうなってる時に笑顔の方を選ぶあ<ー>、うん、なので今頭で考えてこうしたいじゃなくてそうそうそうなった時に進んだ時に笑顔になってる方を 選ぶっていうのでもねそれ大事かもねだって結構やっぱみんな絶対悩むじゃんさあどっちに進もうかとかもうあれわからないとかってなった時に何を基準にっていうかねじゃあ決めるのっていう話だよねあでもそれすっごい大事かもしれないねそうそうでもそう言われてみると私はどうやってるかなって今思ってはいはい若ちゃんは何かある なんだろういつも流れに任せる話 <laughs> そうだよね若ちゃんはね <laughs> 要はあんまり右か左か悩んでないかもしれないそういう人もいますよね <laughs> 若ちゃんとか <laughs> ね、うん、多分最近悩んでないよねああですね <laughs> どううなんだろうもうなんかその悩むということもなんかあまり意識もしたこともないけど、はいはい、<laughs> 私も今は結構流れに任せる時もあったり流れにこうリズムに乗るというか流れにどんどん。うん ね、任せて、うまくいく時もあるし、うん、そう、迷った時に、うん、そうそう、笑顔をね、の方を選んだりとか。あ、でもね、無意識にそれやってるかもしれない。ていうかね、意外と、なんかそう、あ、どうしようかなとか思った時に、うん、そこに、例えば主人がいなくても、うんうん、ね、声が聞こえてきたりとか。あ、はいはい、はい。なんか、あ、 これちょっとととまずいいかかな意外そううのを感じてるでもね、本当に例えばね、これからいろいろね、また目標を決めて進んでいく上で、進んでいく上で、さあどっちとかってなった時にはね、ゆうちゃんが言ってたような決め方も大事だろうしまたね、その時の流れに身を任せつつ、さっきほら、本人もあったけど変化を恐れないとか、それはイメージしている中で、 起ききたこととはは全部にきっとね、うん、意味があるはずだから、ねね、ここも意味があると捉えて進むこともすごく大事かなって本当に思うね。うんうん、<laughs> なんかまたね今年も本当にこうワクワクすることをたくさん見つけて、うんうん、ま自分たちのこう今のね目標とかもあるけど、うん、またこう日々の。 生活の上での、んなんか、あ今日も朝が来たみたいな。はいはい、はい、<laughs> か朝からハッピーそうですね。わ <laughs> かった。<laughs> もうなんか、そのワクワクして、だって今日だって、なんかね、ほらね、今日ラジオで何喋るか何も考えてないけど、よっしゃ、ラジオだぞ、みたいな。ワクワクしてねワクワクみたいな感じで、一日が始まって、今、ここに至ってるけどね。そういうの大事かもしれないね。本当は、リスナーの皆さんにとってもね、またワクワクして、探せる、過ごせるようなね、また今年一年で会っていただきたいなと思いますね。はい今日はね、 ね、またあのこの番組はね本当はあのリスナーはゲストさんをねうん、うん、リスナーの皆さんと一緒にねまたビーリブ「ビー・リ <laughs>、ね、ブ」「ビー・リブ」「ビー・ブ」「ブ」「ですよ。<laughs> <laughs> とねみんなでこう <laughs> 一緒に応援しようっていう番組ではあるんですけど、はい、またねあのまあ私たちとリスナーの皆さんもね 今年のね、また目標に向かって、はい、みんなでね、また一緒に、あの、勇気でチャレンジっていうね、思いを込めて、また B ブレイブができたらいいなと思います。はい。はい。ゆうちゃん、はい、先週も言いましたけど、またいいですかね、<laughs> 今年、今,年も今週もと言いたかったんですけど。<laughs> はい、はい。じゃあ、それでは、行きますよ。はい、えー。私たち、はい。私たちとリスナーの皆さん、今年の目標に向かって、 Be brave! ありがとうございました えー、皆様、いよいよですね、2017年がスタートしました。今日ね、あの、ゆうちゃんも一緒にですね、あの、話した、まあね、目標に向かっての、また目標実現のためのですね、引き寄せ方。はい、ぜひ、あの、皆さんも一緒にですね、また実践していただいて、今年一年、最高の年にしていきましょうはい <laughs> 頑張りましょうはい今年もどうぞよろしくお願いいたしまはす。は えー、次回はですね、1月11日水曜日の午後2時からの生放送になります。たくさんのですね、またあの、エピソードやメールやツイキャスお待ちしてます。この番組は、輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジーと、健康づくりのパートナーイオン那覇となり、宮城整骨院の提供でお送りしました。この1週間も皆さん、 ワクワク過ごしていきましょうそれではまた来週ありがとうございました